サンシャイン池崎は1日平均40回、多い日には70回以上叫んでいる。普段はあまり喋らず、喉のケアに努めていて、喉飴を常備している。喉を検査した結果、声帯を覆う筋肉が常人より2倍分厚いことが判明した。2018年に医者に声帯結節の前兆があると言われ、あと 4,5 年で声が出せなくなると言われた。実家はタバコ工場で、池崎が幼稚園の頃、父のタバコの不始末が原因で全焼した。父は工場を建て直したが、再びタバコの不始末が原因で全焼した。本人曰く、実家はかなり貧乏だった。高校時代はタダで旅行に行けるという理由でボート部に入部した。大学時代は家賃700円の男子寮で生活していた。初めはコンビを組んでいたが解散し、ピンでのステージで間が空くことに恐怖を感じ、大声を出すようになった。